皆さんこんにちは、バンテック宇津木でございます。今回のウィークエンドバンテックはジルノーブルを紹介していきたいと思います。前の動画のコメントでジルノーブル2台乗り付いてると、ジルノーブルもっと紹介してほしいと、しょっしゃしゃってことでね、今回ジルノーブル紹介していこうと思います。まずね、このジルノーブルなんだけれども、ジルノーブルってことで、ジルはジルでもノーブルですよって話なんですよ。まあノーブルっていうのは高貴だね、意味なんだけれども、大体ジルっていうのはフル装備になってて、こういう雰囲気でね、いわゆるハイグレードモデルになってるんだけど、このね、光の感じとか、もう本当にこれ一番最初にそういうのをアレンジした、見た目の美しさをすごいこだわったモデルになってます。雰囲気で言うとワイングラスケースとかもそうだね。あとこのダウンライトもすごい特徴的だね。縁を光らして、あえて反射した光を見せてるようなデザインになってます。非常に美しい感じになっていて、多分ね、こうジルノーブルと俺同期なんだよね。なんだかんだ10年前でしょっていうぐらいの、まあいわゆるロングセラーモデルで相変わらずすごい人気なんだけれども、やっぱその落ち着いた空間、10年前にワイングラスケースを置くっていうこと自体、このキャンピングカー小スペースでどうやって効率よく荷物を乗せるかなんてね、言っている最中にワイングラスケースつけちゃうってところがねいいでしょ。最終的にお客様、乗っている人、運転している人がやっぱり優雅な気持ちになる、高貴な気持ち、そんなね、このジルノーブルでございます。左側の真ん中に出入り口があるセンターエントランスモデル、代表作としてはやっぱりジル520、コルトバンクスもそうだね。この真ん中エントランスというのが意外と主流なんだけども、後ろがね、ダブルベッドっていうのがなかなかないでね、この寝心地は本当に素晴らしいので、一番いい環境でいられるようなスペースになってるんで、寝心地も抜群ということでね、 FF ヒーター全部計算し尽くされた温風が出るようになって、すごい快適な温度に保たれるというのがジルノーブルのベッドスペースの特徴。こうベッドスプリングもいっぱい敷き詰めてあって、硬さも調整できる。あとでっかい物入れだね。まあ私みたいにいつも寝る人はね、いいのかなと思う。キッチンもいいでしょ、こういう感じで。これは別体式だね。コンロとシンクが別々になってる。冷蔵庫が、これ520と同じ位置についてる。その脇の収納がしっかりちゃんとついてるんです。後ろがダブルベッドで、要は幅を取っているので、キッチンとしてはコンパクトに収まっているんだけれども、しっかりね、補助テーブル、作業用テーブルがついているので、このテーブルを使って作業することもできると。いつも言う通り別々で開いたり閉まったりするから、洗い物するときはこっち、火かけるときはこっちっていう形で、できるので、スペース的にはいいかなと思います。換気扇もついてます。まあ、ちょっと何かやるときのコンセントっていうのもキッチンの脇についてますの で、キッチン自体はね、結構これ夜明るいです。すごく使いやすいかなと思います。意外と収納が多い、特に外部収納、後ろの、ベッドスペースの下は全部収納になってるから、荷物もたくさん乗ると。あとこうやって釣り戸棚もあるでしょ、ちょっとワイドなクローゼットあるでしょ、ベッドスペースの上にも釣り戸棚があるんで、非常にね、収納力あるかなと。ダブルベッドになっているので、リビングスペースが狭くなっちゃう。運転席を倒してセカンドシートをずらすことによって、今こうやってね、スペースが保たれています。当時としてはもう本当画期的なギミック。このギミックは多分ノーブルだけじゃない、未だに、後にも先にも今のところバンテックとしてはないかな。そこからね、例えばここのサードシートがリクライニングするとかっていろいろできたけれども、このジルノーブルのトイレめちゃくちゃ評判いいね。色もそうだし、スマートにできてるし、シャワーもあるしみたいな感じで、デザイン性にもあふれたとっても素敵なトイレになってます。この車からかな、美しいマルチルームっていうか、で物入れとかもしっかりあってみたいなのは、なんていうかな、そこからプラスこう美しさみたいなのにこだわり始めたのがこのジルノーブルからかなって思います。やるか今日もね。じゃあ今日の一句やっていきたいと思います。いきます。今日の一句、ノーブルで今日も優雅に車旅ということでね、本当優雅な気持ちになれるような車なんでね、
でもね、この雰囲気ね、やっぱね、直接見てもらった方が絶対いいよね。なんてジルノーブルってこう愛されてるよね。やっぱ本当気に入って乗っていただいてる方非常に多いなという印象があります。まあ全部そうだけどね、うん、全部そうだけども、うん、愛されてる、モデルの一つかななんて思いました。で、直接ご覧になっていただくためにはですね、やっぱりイベントに来ていただくのが一番かなということで、東京キャンピングカーショーも、北海道のショー、このジルノーブル、展示していきますので、見て触って乗ってみてってことでね、はい、ぜひともこのジルノーブルのこの優雅さ、高貴な感じっていうのをね、体験していただければと思います。はい、ということで以上バンディックスイーツがお送りしました。